1月10日のケリヒメスイーツ。ちょっと適当な集会の時は宇宙船長にしておきました。まだうまい使い方がわからんな。まあ前と同じようにね、ちょっと飛ばして敵陣近くとかちゃんと狙える位置で撃ちゃいいって話だけど。で討伐ボス、まだまだレベル帯が低いんでこっちはもう適当なキャラで。神覚醒宇宙船長の攻撃はかっこいいよな。このさ、ビーム砲というか波動とかにさ、なんかビリビリバチバチが入ってるとさ、途端にかっこよくなるよね。あれだ、スーパーサイヤ人2のさオーラがさバチバチ入るじゃん、あんな感じよ。先ほどどこ行こうかな。落とし玉ステージは、これはまあ強化アイテムってことでいいのかな。で金箱ばっかりやから金箱アップと素材アップ両方ついてる。これはありがたい。金箱アップで、金箱ドロップのおみくじ系を取っていこう。まあそしたらネクロマンサーの方が使い勝手はいいんだけどね。どこでも宇宙船長は一応フレンドリーファイヤーもあるし。この編成なら宇宙船長どうぞ。あと宇宙船長はね、クリティカル入るかどうかでまた威力も変わるからね。編成というか敵の配置によっては、あーでもどっちもどっちかな。まあ取りこぼしのないように、敵が大して強くないからどっちでもいい感はあるけど。宝箱を開けてと。ほとんどこの宝箱ドロップってことなのかな、あのおみくじのやつは。まあまたここでね、強化石稼いで、今 50% 割引だから。というか今度は経験値がね、乏しいね。今経験値おいしいステージだとどこだろう。まあ、この経験値ステージより、普通に後半の金箱アップ、ここら辺狙ってみるか。プラチナアップ、金の方かな。武器軽減値4倍をつけてと。ここちょっと、ここね、ネクロマンサーだと、もう一人で無双してたけども、宇宙船長の方でやってみるか。どっちの方が早いかな。ネクロマンサーもね、毎ターン、取り替えられるように、ミクもつけてるし、こっちはこっちで。クリティカルは出なくても、まあ、素の威力は高いし、復活のね、ライフの貫通数も多いから、あまり手前で打ちすぎると、結構手前にドーナツがあって、敵が奥の場合、ドーナツをこういう風にね、取りそびれるっていうこともあるけど、ちょっとだけ飛んで普通に取ってから打ちゃいいんだけども、それすらをめんどくさがって、もう初期位置近くで、打つだけの楽々周回プレイ、それができるかどうかの検証ってところもあるな。これだったら敵の巻き添えでドーナツも取れるけど、いいね、一蹴りで全てやっつけた。経験値は6080、まあ悪くない、悪くないっていうか多い方なんだけどね7周年記念キャンペーンの時の錯覚よ。十分多い方です、これは。むしろ武器経験値ステージよりね、アイテムも手に入るし、他のも手に入るから、倒せるんだったら、ノーマルステージのこの奥地の方がいいかなと。ちなみに、
宇宙船長やら新覚醒の先制術師とかで、スタースイーツはどうだろうね。ライフ貫通できるかどうかだから。そしていくつだっけかな、ちょっと覚醒じゃない、会心の上がるドレスの人を借りつつ。でもな、宇宙船長、いやーこのライフ数削るのきつくない？どんくらいいた？おお、9減ったか。属性の関係ない、えい、届くかもどうかだよなこいつの場合は。これよりね、前にどんどん行かれちゃうとフレンドリーファイヤーでね、お亡くなりになっちゃうんで。宇宙船長を使っちゃうとね、自分一人以外が死の危険にどんどんさらされちゃうんで。ほらね下がって打ち上がったぜこいつ。もう死ぬの前提で詰めましょう。まあこのフェースだったら大丈夫かな。11と17。これそのまま死んでしまうけども、どうぞ。多分激しずくのバリアあっても、どのうち死んじゃうかな。激しぐれはこれは回避でもしたのかな。よし、あと1体。これで終わるかな。お、そしてクリティカルが出た。今まで俺が持ってるキャラだと、まあネクロマンサーともかくとしてね、ライフ貫通数の少ないやつしかなかったから、そういう点でもありがたいな。先制術師の新覚醒も十分減らせる感じだろうけども、単純な火力が違うような気はするんで、まあ、とりあえず少し進められるようになってよかったな。やっぱね、偶属性しか強いのいなかったから、パーでこういう強いのが来てくれるのはとてもありがたい。てな感じで、今日はこれぐらいで終わりにしておきましょう。また明日。